おはようございます。今朝の朝食は、インルームにしてみました。いただきます。Maybe this car.搭乗口に向かっております。23番搭乗口の近くにラウンジがあるので、そこに行こうと思います。相撲部屋みたいな名前のお寿司屋さんがあります。登場いたしました。6時間半ぐらいのフライトです。ここに溜まってました。やっとピックアップできます。レベル V っていうところがありました。今日ここまで来ないけどさ、めんどくさいな。中身が意外といっぱいいます。そこでピックアップしたいですね。今から入る手で、部屋を見てみます。1号208。よいしょ。端っこっすね。入ってすぐいきなりトイレでございます。そして、リビングですね。スイートになっているようです。で、ミニバーは有料で、自分のを入れるエリアもありました。ここはただの棚です。コーヒーメーカー。そして、左が寝室ですね。はいはい。そして洗面とシャワー、そしてまたトイレ。うん、なんか座るベンチがあるという。はい。あ、見逃していました。浴槽がありました。これめっちゃ湯が早く溜まるやつじゃない。どうだ。
そうでもない。そうでもないですね。はい。で、こちら側から出ると、お化粧するとこでしょうか。で、クローゼットがあります。お、珍しくスリッパがありますね。以上でございます。暑そうです。窓から見えるラスベガスの様子、南側が向いてます。ここの左手のでかいエンコールテオあのホテルだと思うんですけど、そこの手前の道路がストリップという中心の通りになると思います。その通りを挟んで、いろんな大きなホテルが立ち並んでいると。で、ちょっと発見したんですけど、このこっちラブ見えますね。あそこですね、ミラージュか。あそこでやるんですね。なるほど。で、なんかテーマカラーがね、赤みたいなんですよね。ほら、あのプールのあれが全部赤ですね。コンラド大体紫だったような気がするんですけど、ちょうどディープパープル。しかしここは真っ赤です。後であの外観とかですね、看板とか見ていただくと分かると思いますが、真っ赤です。派手すぎます。赤ですよ、赤。このコンラッド、赤い。パラッツォ、ベネチアン、トレジャーアイランド。そういえばこの海賊船でショーをやってたような気がいたします。じゃあ、あれ、こっちもベネチアンか。でかい。フラミンゴです。向かい側にシーザーパレス、その隣に噴水で有名なベラチオがあります。ビーナスポートに同じような空の空間がありましたね。